年明けましておめでとうございます。2022年もカノア福岡のことどうかよろしくお願いいたします。それでは今から選手の抱負を聞いていきたいと思います。せーの、行ってみよう。来ましておめでとうございます。福島県出身の岡田智子です。今年のバレーの目標はいっぱい頑張ります。キレのある智子で頑張ります。しゃ、私生活はボディメイクを頑張ります。仕事前に採用飲んで体操して出勤することです。絶対できる絶対できる絶対できる。継続は力なり。そしてちょっとこう腰淡々といこう。虎のやつやんの。うちウサギどちらか。あ、そうなんだ。練習してくるわ。オッケー、いってらっしゃい。新年明けましておめでとうございます。今年の目標は頑張ります。私生活の目標は一生懸命生きることです。今年もよろしくお願いします。新年明けましておめでとうございます。はじめまして、佐賀県出身の山田真美です。ポジションはセッターです。バレーの目標は元気に頑張ります。生活では社会人としてしっかり頑張っていきたいと思います。今年もよろしくお願いします。イエーイ。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。島本ひなです。誰どこ県出身？福岡です。熊本なのに言うねんだ。長寿長寿っていうこと50っていうことだっけ。27。はい、3人と。バレーの目標は頑張ります。はい。はい。はい、生活は楽しみます。はい、リプレイ。2022年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。誰ですか？クリスタ・ウタコです。宮崎県出身です。今年の目標は、いろいろな面でレベルアップすることです。アップにしないでくれる。私生活では声を張っていきます。美白になりたいです。よしよ節約してお金を貯めます。よし、ありがとうございました。あ、明けましておめでとうございます。あ、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今年の目標は頑張りたいと思います。私生活は難しい、気をつけて頑張っていきたいです。よしで終わりましょう。せーの、よし。明けましておめでとうございます。北海道出身の港ひかりです。今年は虎年なので年物ということで、コートの中でもしっかり暴れていきたいと思います。私生活では視力を上げてちょっと女に磨きをかけていきたいと思います。今年もよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。佐賀県出身の松永由美です。今年はもうちょっとスパイクを頑張りたいと思います。私生活ではお金を貯めて全身医療脱毛に行きたいと思います。はい、2022年今年もよろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタン、コメントお願い。